Hey guys! あなた何様、ゆりこ様、本日もポチッとありがとうございます。ということで、本日の動画は、初めての沐浴ということで、娘っちをお家に来て初めてお風呂に入れたいと思います。イエーイ！この撮影した時は生後8日目ぐらいで、もう小さくて小さくてびっくりした。今回使うアイテムはこちらのベビーバス。はい、ということでね、このベビーバスを使うんですけど、今はね、なんか空気を入れて膨らますタイプがすごい人気らしくて、これはね、ファンの方がくださったんですけど、まあ、母がね、この時お家に来てくれてたので、ちょっと母に任せてしまったんですけど、空気入れが必要かなって思ってちょっと泣いてたんですけど、もう今のってすごいんですよ。空気入れなくても、こうシュポシュポシュポってこの本体を押したら、空気が入るんですよ。めちゃくちゃ便利で、ほんとびっくりしました。はい、でまずはキッチンの掃除ですね。まあ初めてのね、孫っていうのもあって、母がもうめちゃくちゃキッチンをきれいにしてくれて実際まあお風呂入れるだけだからね、キッチンそんなきれいにしなくてもいいんじゃないかなと思うんですけども、もう気合入りまくりで、ということでね、まずはこのベビーバスを綺麗にちょっと洗ってガーゼを用意してっていう感じです。なんか母がね、このガーゼが縁がない方がいいみたいな、縁がない方がこう肌を傷つけないっていう風に言われたんですけど、なかなか縁がないガーゼって見たことないんですけどっていう感じで、縁なんかないのないのみたいな感じで喋っております。持ってる？端ないやつとかないんですか？端ないの、目がないとない。ないならいいんだけど。はい、で温度はね、41度が理想って病院の先生に言っていただいたので、それぐらいの温度にしてます。はい、でタオルもふわふわ度チェックされてます1枚じゃ硬いよっていうことで2枚引いております。キッチンでベビーを寝かしております。でおむつ履かせようとするんですけど、あ、お風呂入んなったみたいなお風呂今から入れるのに新しいおむつにしようとしちゃってるっていう、もうね、あわあわあわって感じで、一応ね、手順とかも教わったんですけど、なんかもうちょっとあたふたしております。ちっちゃすぎるはい、ではまずね、お湯で濡らしたガーゼでこういう三を描くように顔を拭いていきます。三陰でも習ったので、その通りに頑張ってやっております。手がにぎにぎして可愛い。謎に抱き上げて、この下のシンクの上で洗い流そうとする私もう可愛そうだって言って急にねごめんね、本当こういうことをしちゃうっていうね、これでギャン泣きするっていう、それ冷たいよ、かわいそうに、ごめんなさい。はい、そしたら次は頭を洗っていきます。すっごく頭が小さいので、あっという間に終わりました。病院ではね、顔を洗ったら頭、あとは腕、お腹、足、また背中っていうね、順番で教わったんですけど、手とかは泡ついたらすぐにね、口に持っていっちゃう可能性があるので、泡でまず洗ったら一回一回お湯でね、洗い流してくださいっていうことだったので、それは意識してます。そしてね、これが難しいのは、この背中を洗う時にまず体重をこう前にかけて、腕で全部体支えて、その状態でこう背中洗うっていうことがちょっと苦手です。背中も同じように泡で優しく洗って、最後は掛け湯をして流していきます。そしてね、この腰がマジでしんどいの、まあ、10分ぐらいの時間なんですけど、この時座骨神経痛やってるのと、まあ、産後すぐっていうことで、もうめちゃくちゃしんどいそして最後掛け湯をして終わりです。大丈夫大丈夫かわいい鳴き声。そして体が冷えないうちにタオルで拭いて、アトピタっていうね、ボディーローションで保湿をします。でこのさ、足蹴りが結構痛くて、帝王切開の傷をね、
られると本当痛い。だから台所の位置、キッチンの位置がちょうどお腹のね、帝王切開したところなので、もう蹴られると本当痛い。今でもねちょっと痛い。ちっちゃいね。はい、っていう感じで、ね、最後拭いたらね、服を着させるんですけど、手がとか指がすっごい細いから、指とか引っ張っちゃうとすぐ脱臼とかしちゃうから気をつけてって先生に言っていただいたので、指とか腕を引っ張るんではなくて、服で腕を迎えるようにして着させるように意識してます。また小さいので服がダボダボですごい可愛い。なんか本当に最初の頃、まあ今もなんですけど、この暴れるベビー様に服を着させるっていうのが結構大変で、まあ、この時はね、母と二人でこうてんやわやで頑張っております。かわいいね。はい、これにて初めての沐浴は終了です。お疲れ様でした。はい、ということでね、初めての沐浴、あのそのままね動画流したかったんですけど、結構あの私がちょっとてんやわやすぎて、あのほぼ無言で作業してるんですけど、ちょっとあまりにも動画にするにはちょっとシュールすぎるし、母の声しか入ってないしっていうので、あの裏で声をあのさせていただきました。ということでね、本当に初めての沐浴って、なんだろう、今ね何度も沐浴してるのでもう慣れてるんですけど、やっぱ初めてってすごい自分が一言もね喋らないぐらい緊張してるんだなっていうのが動画で伝わったので、ちょっとなんかじわじわきてます。やっぱ初めてねの子供で初めてお風呂入れたりなんかするって緊張しますよね。なんかそれがちょっと自分的にも結構面白いなと思って。はい、ということで皆さん最後まで動画見てくださってありがとうございました。また何かあのこの動画を見てアドバイスとかあれば、コメント欄にてぜひお待ちしております。ではチャンネル登録、グッドボタン、そして各 SNS のフォローもよかったらお願いいたします。またねー。